アッカドはメソポタミア南部を占めるバビロニアの北半分の地域、またはそこに起こったアッカド帝国の都、アガデとも、南側にシュメール、北西側にアッシリアが隣接していた。その場所は不明だが多くの候補地があり、ほとんどがチグリス川の東、現代の都市サーマアッラーとバグダットの間としている。シュメール文明を征服して、 チグリス川とユうフラテス川の間を中心に栄えた。アッカドにはアッカド語を話す人々が定住した。紀元前2300年頃のアッカド帝国サルゴン一世が登場するまでアッカドについてアッカド語で書かれた記録はなかった。伝統的にはサルゴンがアッカドとシュメールの統一帝国の最初の支配者と位置づけられている。一方で最近の学説は 全オールガルザゲ氏の下で、シュメール人の傍聴が始まったことを示唆している。しかしながら、サルゴンは、この傍聴をさらに推し進めて、多くの地域を征服し、彼によって創造された帝国は、地中海やアナトリア半島にまで到達した。サルゴンによって創始されたアッカド帝国は、サルゴンの孫である、ナラムシンの時代までに、さらに半島を拡大させたが、 各地で勃発する反乱に悩まされ続けた。ナラムシンの時代に、自らの名と神を表すサインという語が並記され、始めた。すなわち、王権の神格化が始まったと考えられる。しかし、ナラムシンの死後は、アッカド帝国の指導力は衰えて、各地の勢力が自立していった。そして、紀元前2083年、アッカド氏は、グティ人の王朝によって、占領。 破壊された。後にバビロニアは、シュメールとアッカドを合わせた領域から政治的、地理的に形成されたバビロニアという概念の中にまとめられていき、アッカド語がバビロニアの言語となった。後代のバビロニアとアッシリアの文学では、アッカドとシュメールの名がバビロニアの王号の一部として現れる。この王号が単純にバビロニア王を意味する。アッカドの名は、 ヘルシア帝国に征服されるまで続いた。この後ウル第三王朝となった。ありがとうございます。